日本徳島県徳島市一番町一番町は徳島県徳島市の町名。内町地区に属している。一番町一丁目から一番町三丁目まで存在する。郵便番号は郵便番号7700833。一番町は氷炭島という新町川と除人川の中洲にある JR 徳島駅前に位置する町で、町の中央を斜めに、 一番町商店街が広がっており、近隣には、祖郷徳島店屋と、福島シティ等の大型商業施設が立ち並んでいる。古くは、神谷町と呼ばれ、徳島城下の商業の中心であった。藩はここでの三上類の販売を許可していた。神谷町は東西に伸びる、道の両側に広がっていたが、その道は現在は一番町商店街より東にしか残っていない。しかし、 第二次世界大戦の時の徳島大空襲により、焼け野が腹となってしまい、後に徳島駅前にはバラック小屋が立ち並んでいたが、戦後最初の公共事業により、神谷町の町見も一変した。徳島駅から国道192号への斜めの連絡道路が完成し、神谷町は半分しか残らなかった。残った半分と斜めの連絡道路を合わせて、 戦後一番ということから一番町と名付けられた。1949年一番町町内会発足。ありがとうございます。